一発です。行きます。はい、開いてください。はい。上の歯ですね、1本ですね、成形を行っていきます。実践の状態、こちら右側ですね、1本、これセラミックをね、かぶせている状態なんですけども、隣の歯とですね、若干こう色の感じがね、少し違います。少し暗い色合いですので、この部分ですね、できるだけ隣の歯、しっかりですね、合わせてですね、色合い、形、整えていきたいと思います。はい、噛んでください。はい、カイナさん、お着きします。右の前の歯ですね、1本ですね、仮の歯を装着してます。実前のセラミックを除去してですね、できるだけね、周囲の歯と調和の取れるような形で仕上げさせていただきます。最終セラミックでですね、こちらの歯とですね、左の歯と色、形ともですね、しっかり対称になるような、仕上がりにさせていただきたいと思います。はい、噛んでください。はい、今回ですね、1本の施術ですね、ビフォーアフターの変化をご覧いただきました。実演がですね、セラミック装着されてますが、周りと色が合ってない暗い印象のセラミックでしたので、まあ、そちらを除去してですね、で、仮の方を装着した状態がこちらです。で、1本作るというのはですね、非常に、難しい部分になってきまして、まあ、反対側といかにこう対称にするかというのがポイントになってきます。で、実際ね、仮の歯をご覧いただいてもお分かりになるようにですね、まず歯の表面のね、透明感、それからツヤ感ですね、天然の歯というのは結構ツヤがないものも多いんですけども、今回の歯はですね、非常にツヤがありましたので、まあツヤを仮の歯でもしっかり再現しているというのが一つと、あとは歯先の形ですね、歯先の形も少しくびれがありますので、反対側も同じようにそういったくびれを作ってあげることで、まあ左右の対称性をしっかり出していく、まあ、左右の対称性をしっかり出していければですね、仮の歯ですから色はピタッと合わないんですけども、パッと見た印象としては、まあ、非常に近い、まあ、自然に見せるということが可能になります。で、最初のセラミックはですね、もちろん反対の歯とより確実に色合い、形、まあ、さらに透明感をですね、しっかり合わせていきますので、まあ、左右ですね、非常に見分けのつかないようなね、自然な仕上がりになっていくことが期待できます。